こんにちは、エルバスファームです。今日もいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。本日お答えするご質問はこちらになります。だいぶ暖かくなってきましたが、冬の間室内に置いていた株をもう外に出しても大丈夫ですか？外に出す場合何か目安はありますか？また出した場合気をつけるべきことなどはありますでしょうか？になります。ご質問の通り3月に入り地域によってはになるとは思いますが、20度を超える日も出てきてだいぶ暖かくなってきました。僕の住んでいる地域もかなり暖かくなってきており、すでに外に出した株もあります。そこで今回は僕なりに冬場に室内で管理したアガベを外に出す際に気をつけていることや、また出した後の管理などもお話ししたいと思います。今回お話しする内容を先にお伝えしておくと、まずは外に出す目安についてお話しいたします。そして室内から屋外に出す際に気をつけたいこと、そして最後に3月の基本的な管理についてお話しいたします。それでは今回も見ていきましょう。ではまず外に出す目安についてお話しいたします。チタノトは比較的寒さに強く、最低0度くらいまでは耐えますが、あくまでそれはギリギリのラインですので、屋外管理の場合は最低でも5度は見ておいた方が安心かと思います。そのため僕が目安としているのは天気予報を見て5度を下回らないかどうかです。そしてそんな日が続くようになったら屋外に出すようにしています。3月に入ると一気に気温が上がり、最高気温が20度を超えるような日も出てきますが、寒暖差が激しく朝晩は5度を下回るような日もあります。特に今頃は上がり下がりが激しいので注意が必要かと思います。お住まいの地域の天気予報をよく確認して出すか出さないか判断されると良いかと思います。ただ朝晩が寒くても、今日のように日中せっかくとてもいい日差しで暖かいのであれば、朝外に出して夜間帯は室内に戻すでも全然 OK です。ちなみに僕はいつも先に先発帯を送り込んで、問題なさそうであれば徐々に株を外に出すようにしています。続いて室内から屋外に出す際に注意したいことをお伝えします。まず一番注意したいのは葉焼けです。チタナタは強い日差しを好みますが、冬場室内で管理していた株をいきなり外の強い光に当てるとやはり焼けてしまいます。また冬場育成ライトで管理していたからといっても、僕のように弱い光で管理している場合も注意が必要です。いい日差しだからといって急に直射日光に当てずに、半日陰のような場所から始めて徐々に慣らしていくことをお勧めします。加えてこれはあくまで僕の経験上のことですが、ライトから太陽光、太陽光からライトに変える場合も慎重になった方がいいと思っています。というのも僕は何度か春から秋までがっつり強い日差しを浴びせて育てていたアガベを冬場室内に取り込み、育成ライトで管理し始めてからすぐに葉が焼けてしまったということがあります。光は太陽光よりも弱くしていたのにもかかわらずです。原因は不明ですが、やはり人工的な光と太陽光では性質が違うのだと感じました。ということは今の時期のようにライトから太陽光に切り替える際も何かしらストレスを与えてしまうかもしれませんので、この場合もやはり徐々に慣らしてから当てることをお勧めします。またもし冬場室内に取り込み、特に加温やライトなどを使わず休眠させていたという場合は、水やりを切っていたと思いますので、その場合は水やりは急に一気に与えず、まずは鉢の半分程度からと徐々に増やしていくことをお勧めします。あと注意したいのは害虫です。暖かくなってくると貝殻虫やアザミウマなども動き出します。外に出す前に害虫対策は行った方が良いかなと思います。前日したようなことを意識しつつ、外に出してからの管理についても簡単にお話しさせていただきます。3月は暖かくなるにつれて休眠していたアガベも徐々に動き出し、生育期に入っていく時期です。今くらいの時期はちょうど寝起きという感じだと思いますが、もう少し待ち、中旬から下旬になれば株が動き出す様子がよくわかるようになると思います。そうなれば基本的に冬はできなかった作業は何でも再開できます。例えば植え替え、鉢増し、株分け、葉種、胴切り、縦割りなど何でも OK です。
1年以上植え替えていなかった株はこの時期に植え替えておくとすぐに根を張り、また冬までしっかりと成長してくれます。また取ろうかどうか迷っていた小株を外していただき、別の鉢に植えていただければその成長を楽しめると思います。タイトルにも書いているように3月は園芸シーズン到来ですので、ガンガンと楽しんでいきましょう。続いて置き場所についてです。外に出した直後は前日したようにある程度遮光する必要がありますが、慣らしたらツタナタはガンガン強い日差しに当てても大丈夫です。ただ風通しはいい場所に置き、また雨や霜の当たらない場所を選んでください。今回はアガベの3月の管理についてお話しいたしました。今回の内容をまとめると、外に出すかどうかは最低気温5度を目安にする。外に出す際は日差し、水やり、害虫に注意する。出した後は基本的な作業は何でもできる。置き場所は日当たり良く風通しの良い場所を選ぶになります。では今回はこれで以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。こんな質問に答えてほしいという動画へのリクエストがございましたら、お気軽にお知らせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。